門真の星大使ということで、早速、この方にお話を伺ってまいりましょう。コウミピーです。とうとう行政まで、ね、プロデュースすることになって、地域活性やりたかったことなんですよ。日本はね、音楽が少ないと思う。音楽好きには音楽、まあ、たくさんこうスマホの中にたくさん入ってたりしますけれども、はい、街を歩いていたりいろんなところこうねカッポしていると音楽が少ないと思う。あ、そうなの、うん、海外はもっと多いんですか。もっとなんか道路でいろんな音楽が流れていたりとかするの、華やかに。日本はまだまだだと思う。だから日本も音楽ってやっぱ聴けば楽しい気持ちになるし明るい気持ちにもなるじゃないですか、うん、だからどんどん大丈夫なところには音楽で元気づけたいと思っていて、ね、はい、今日はですね、なんと門真市長が公務でお忙しい中わざわざ駆けつけてくださったんです。皆さん拍手でお迎えください。現職の門真市長宮本和孝さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、宮本です。ありがとうございます。もうよかったです。コウミさんにね、あの門真の星大使。そうなんです。でどういうきっかけだったんですか。あのね、ちょうど、まあ、役所の仲間とかが話した時にツイッターでちょっと門真の星広瀬コウミでございますっていう分流れてたんですね。で、あ、門真なんだっていうのは分かってたんですけども、ちょうど2年ほど前ですかね、深夜番組であのちょうど門真の星って言うて本番番組で言うてはったんですよ。それを見つけて、あ、これはオープンしてええんやなと思ったんで、で私からですね、あの広瀬香美さんの事務所のホームページにですね、はい、あのメッセージを送って、あのちょっと昨年が門真市政60周年を迎えたんで、その企画になんかお手伝いしてもらえませんかって送ったらお返事が来て、それがきっかけだったんですよ。私デビューの頃から言ってたんです。ライブ で, ライブで大阪の時だけ、はあ、門真の星大使広瀬香美でございますって言うと妙な受け方をするんですよ。それであ、これ受けるかな。なるほど。じゃあ大阪の時のライブは必ずそれを冒頭に言おうと思って、もう何十年も言ってたんです。ずーっともうかれこれ20年ぐらい言ってたんです。言い続けてみるもんですね、香美さん。いや本当にもう故郷でしょ、出身地でしょ、もうこの貢献できるんです。ありがとうございます。音楽でね、私のやりたいことが本当に叶えられて感謝しています。いや、こちらこそありがとうございます。門真市でやってみたいことっていうのはどんなことなんですか。もういろんなアイデアが、いわゆるあの公共音ってやつですね。そうそう、公共音、うん、あの5時のサイレンの音とか夕焼け寂しくなるじゃない。なんかしんみりしません。5時になったらお家に帰らなきゃいけないみたいな、うんうんうん、だけどやっぱり今の時代さ、はい、5時になったらさあ出かけよう出かけよう、ね、街でいっぱい飲んじゃおうみたいな、チョッキはダメだよそういうのがいいなと思って。あの、そういうのが許せる門真にしたいなと。そうそう、私、はい、作ってきたんですよ。あ、そうなんですか。はい、サプライズでちょっと皆さんに、あら、ちょうど皆さん、門真駅、駅の発着をね、2種類作ってきたんですよ。おお、どっちが採用になるか、もうみんなで決めたいっていう、いや、NG、どっちとも NG になっちゃうかもしれないけど、サプライズで市長に聞かせようと思って。あら、じゃあ聞いてらっしゃらないですよね。聞いてないです、聞いてないです。よし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 。じゃあちょっと聞かせていただきましょう。はい、じゃあまずあの A からいきますか。A から。はい。これ絶対門真市でしょ。やっぱそうでしょ、こう市民の皆さんに、ね、門真や門真に誇りを。わかりやすい、うん、これはもう一回で覚える。もう一つ、もう一個、うん、門真、もうほんとすごいやつ作ってきちゃった。 B 聞いてください。はい、
も起きてまいりますよね。でも終着駅だから、ね、もう起きろ起きろ早く、なるほど、ね、出てくださいよっていう。でも曲調としては間違いない広瀬香美ね。そうよね。私の作曲でございます。間違いない広瀬テイスト、これは、うん、どっちがいい、どうするこれ、どうします。まずあの市長のご意見というよりは、まず会場の皆さんに聞いてみましょうか。う、ね、はい、拍手の数で小見さん、ちょっと A か B かっていうところで、 A がいいと思う方拍手。ここ B に来るかな、勢いがどうだろう。さあそれでは B がいいと思う方。これ B、 一言だと思って、一言だと思ってないみんな。これから交渉せなあかんでしょ、僕。いや、ここどうしますか、市長。いや、まあ、カノンのイメージも変わっていいかもしれませんね。本当に。ちょっと待って、ほら、キャラクターがいたじゃないですか。カノンガラスケ。ガラスケ。うん、ガラスケに、スクリーンで、じゃあ、ガラスケ、ちょっと判定してもらっていいですか。お願いします。明白だったよ。B になってまいりましたね。 A どうしよう、 A も良かったんだよ、 A も良かった、 A がカドマ、カドマシー良かったでしょ。いや、なんか考えます、考えます。よく行政である、持ち帰らせていただく、はい、持ち帰ってください。ありがとうございます、はい、楽しいよね、こんな音楽で世の中が溢れたら楽しいと思わない。他にも行政の方おられませんか。ぜひともホームページの方にね。ホームページなんだ。だって今回のことだって別にあのその発着を頼まれてないんですよ。頼まれてないよ。だって YouTube 見てたって、だってほとんどあの食べ物を食べてるテレビの世界とかね。もうこれ書きたいと思っちゃった。すぐやっちゃった。あ、もう一個あるの。もう一個、あ、時間ダメかさ。もう一個聞いてないで聞いてくれます。はい。あの。門真市に入ったら、いらっしゃいって言ったらいいなと思って、で出かけるときは、なんでどこ行くのこう言ってくれたら、なんかこう、なんか境目とかあって、門真の市の境目、ぐるりと円に、はい、のして、市の境に、どこ行くの、おかえりって言ってくれたら、なんか市民が増えるんじゃないかなと思って。いや、みんな笑ってまうと思いますけどね。本当に。ちょっと作ってきたんですよ。ちょっとそれも流せます。ちょっと待って、勝手に作った勝手に誰にも聞いて聞いてみましょうか。聞いて、ね、一応ね。はい、いらっしゃい、ここ門真市へ、楽しんでってこない。いいよ。いや、ね、難しい話だから取られへんぞ、これ。あともう一個、もう一個あの。あー、門真市からあんたどこ行くの、早く帰ってきや。これとりあえずね、あの新座で転用停止の時に流すようにしますわ。なるほどね。あの引っ越してきはった人にはさ、これ流して、はあ、引っ越さはる人にはまた終わるね。あんたどこ行く、あんたどこの市に行くのっつってな。それやったらやりやすい。あ、なるほどね。あれね、すっごい楽しくなるじゃないですか、聞いてたら。これはですね、門真市さんに包括契約でまるっと買い取っていただいて。そうですよね。例えばビジネスマンだね。だ、例えばこれコンビニとかで流れてて、いらっしゃいとか小見ちゃんが言ったらめっちゃ流行ると思いますよ、お店。義務にしましょう、義務に。ただずっとそればっかりルーソーで話してられへんよ、出入り多かったら。門真市といえば広瀬香美が迎え入れてくれるっていうなんかイメージがついたら、めっちゃ行くの楽しくないですか。そうですよね、面白いですよね。ぜひあの前向きにご検討いただいて、はい、ちょっと悪乗りしながらいただいて、ぜひぜひ、またそれ試験的に何かやってみます。あ、よかったよかった。持ち帰っていただいて、相談しています。はい、はい、ぜひ一生懸命作ったから、はい、一生懸命考えました。ありがとうございました。スペシャルゲストは宮本和孝さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。そして、コーミーもありがとうございました。
コンビを応援したいと思ったあなた、ファンコミュニティ広瀬コンビプレミアムへご参加ください。コンサートの最速先行、チケット予約はもちろんのこと、広瀬コンビが掲げる音楽での社会貢献活動をみんなと一緒に行います。毎月メンバー限定のイベントも開催します。広瀬コンビに最も近づける場所、広瀬コンビプレミアム、あなたのご入会お待ちしてます。